コルドバはアルゼンチンのコルドバ州の州都、ブエノスアイレスの西北西に7 0 0トルに位置する。現在の人口は127万人であり、ブエノスアイレスに次ぐ第二の都市である。市内にイエズスカイが入植の際に建造した集落跡であるコルドバのイエズスカイ伝道所とエスタンシア軍という建築軍がある。南米最古の大学の一つであるコルドバ国立大学。 モンセラ中等学校、教会、住居などが含まれ、2000年に世界遺産に登録された。1570年、総督のフランシスコ・デトレード・スペイン人居住者のヘロニモ・ルイス・デ・カブレーラに植民と町の創設を委任した。1573年6月24日に、100名の遠征隊がサンフアン側のほとりに足を踏み入れた。同年の7月6日に、 コルドバデラヌエヴァ・アンダルシアの名で町が創設された。1622年、イエズス海士によって作られたコレヒオ・マクシモが改装したコルドバ大学が設立された。欠片の気候区分では温暖陶器昇雨気候に属する。市内の公共交通として路線バスとトロリーバスが運行されている。長距離バスは駅近くのバスターミナルからブエノスアイレスに向けて、 高頻度運行がなされており、所要時間は片道12から13時間。国際長距離バスも発着し、ブラジル方面のプエルトイグアス行き、パラグアイ方面のアスンシオニキなどがあり様々な都市や町へ向かうことができる。ブエノスアイレスとコルドバの間は、ミトレ将軍鉄道車、オランダのワークスプールで製造された荷物車を、アメリカ合衆国のアメリカンロコモティブ及びエムドが、 製造したディーゼル機関車が牽引する編成。ありがとうございます。